日本九州地方福岡県福岡市沢楽、区板屋い屋は、福岡県福岡市沢楽の大技。2012年1月31日現在の人口は76人。郵便番号811-1113。沢楽の南端、セフリ山の山頂付近、標高500メートルから1000メートルに至る地域に位置しており、全体的に平地がほとんど見られない山がちな地形を、 持つ北で小笠木、北東で中川市大技乱面座と東で中川市大技西岳、南東で中川市大技五が山、南で佐賀県神崎郡吉野ヶ里町、松熊、西で佐賀県神崎市西振町、原巻、北西で沢楽椎葉と接する。人口は2012年1月時点で76人だが、これは 重機大長基準のもので、実際に住んでいるのは2007年10月時点で19世帯31人であり、うち8割以上が65歳以上で、事実上限界集落となっている。2009年3月20日に、TVQ 九州放送で板谷を特集した番組、セフリ山、板谷の1年から140万都市の限界集落に、生きるが放送された。福岡市に属してはいるが、 北西部で接するシーバへと続く福岡県道136号線の途中にある板谷峠は急カーブ、急勾配が連続しており、福岡市中心部側からの通行は困難なため、生活インフラは中川市に依存する状態となっている。現在は工述する予約制乗り合いタクシー以外の公共交通機関が、皆無で、沢楽内の福岡市中心部との直通便のある、 脇山小学校前バス停から南におよそ1 1キロメートル、集落の最寄りバス停である西日本鉄道、C はバス停からでも南に7キロメートル離れており、完全に孤立した状態となっている。地内に小中学校はなく全域が、福岡市立脇山小学校の校区となっているが、通学する児童、生徒はいない。 1979年までは、脇山小学校の分校があったが、最も児童数の多かった1960年代でも、児童数は30人前後であった。標高が高く、セフリ山地の中原に位置するため、陶器の積雪は、比較的多い。福岡市中心部で積雪が見られない時でも、積雪していることが多く、毎年1回は30センチメートルから50センチメートルの、 積雪がある。2011年には80センチメートル前後に達した。温暖な福岡市中心部と比べると全般に寒冷な気候である。1977年に作られたセフリダムにより、板屋の一部も水没している。このセフリダムの建設が原因で1970代後半からすでに人口の減少が始まっていた。福岡市からの委託により、 イいくタクシーが、事前予約制の板たや脇山線乗り合いタクシーを1日に往復運行しており、これが、唯一の公共交通機関となっている。月、日、火、水、金、土曜日が、脇山小学校前引くいたやふるさと、建前館、木、日曜日が、中野島公園いたやふるさと、建前館の運行である。いずれも予約があった場合のみ運行する。 かつて2000年7月から西鉄が福岡市からの委託を受け佐賀橋から板谷間に1日4往復のバスを運行していたが2008年3月31日をもって廃止となっている。福岡県道136号入部中限定車上線が通る。このほか、板谷と航空自衛隊セフリ山分屯基地とを結ぶ防衛省専用道路が引かれている。ありがとうございます。